八尾シリーズ第3戦ボートボーイカップ若松スピード決定戦、いよいよスピードをかけた優勝戦を迎えました。冷たい空気の中闘志を燃やす今節6強は1号艇福岡の山市哲也、2号艇福岡の鳥海誠、3号艇徳島の菅文也、4号艇大阪の山本健二、5号艇兵庫の高橋正雄、6号艇は山口の松田則幸。八尾シリーズ第1戦第2戦は遠征勢が優勝となりました。第3戦の今シリーズ地元の A1 コンビ山市と鳥海が内枠独占です。地元で気迫満点の走り7戦6勝の山市哲也、53号機で再び優勝なるか1枠引戦、そして G1 優勝歴ある実績抜群の若松水面です。山市にどこまで迫るか2号艇鳥海誠の2コース戦、3コース若松初優勝です。3号艇の菅文也後方に引っ張っていく角の位置、4コースチルト0度に跳ねました。日増しにパワーアップ、4号艇の山本健二、5コースにはスピード満点の攻撃力、5号艇の高橋正雄、そして大外から真っ向勝負は6号艇の松田則幸。スピードを優勝戦第12レース枠なり3対3インコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。優勝戦の第12レース、さあスリットを伸ばしていく1号艇の山市哲也、一周1マークの旋回、インから逃げる1号艇の山市、握ってアタック、3号艇の菅、マーク出しは5号艇の高橋、バックスレッジ1号艇の山市が押し切った。スタートは前提正常でした。先頭はインから逃げた1号艇の山市哲也、その後ろ2番手は接戦、4番の山本、5番の高橋、それに絡んでくるか2号艇の鳥海、2マーク2番手全速線は5号艇の高橋、内側から回ってきた4号艇の山本、2番手は5番の高橋がリード、4番の山本3番手、上位の体型は1番5番4番です。先頭は人気に応えました1号艇の山市、2周の1マークトップで旋回します。そして2番手が5号艇高橋正雄、3番手が4号艇の山本健二、上位の体型は1番5番4番です。定間空きました4番手2号艇鳥海誠、5番手3号艇菅文也、最高峰が6号艇松田則幸。2周の2マークトップで旋回は1号艇山市哲也、2番手5号艇高橋正雄、そして3番手が4号艇山本健二。優勝戦第12レースファイナルラップへ入りました。本シリーズ主役の座は譲りませんでした。インから堂々押し切った1号艇の山市哲也、最後のバックスレッジへ、2番手が5号艇高橋正雄、そして3番手が4号艇の山本健二、上位の体型は1番5番4番です。この1543連単オッズは 35.5 倍です。53号機で再びてっぺんいただき、8戦7勝 V、 今年は4回目通算46回目若松6回目の優勝です。若松スピード1号艇山市哲也、まもなくゴール、1番山市優勝のゴールイン、5番高橋ゴールイン、4番山本ゴールイン、2番鳥海ゴールイン、3番菅ゴールイン、ラスト6番松田ゴールイン。以上優勝戦第12レース前提ゴールインしました。